生、今日は棒術のお話でしたね。そうですね、棒術はですね、忍者18系の中のね、一つの術でしてね、非常に大事なんですよ。それでね、棒はね、刀のね、できる前からその棒を使う術があったわけですね。それからね、また近代ではね、おまわりさんがです、明治時代にね、ちょっと長い棒を使ってましたね。それからまたずっとこの頃ではですね、短い棒をね、使って、現代でもそういう術がね、残っていますね。棒っていうのはそんなに大切な武器だったんですか？そうなんですよ。棒と言いますとね、見た感じはね、あまり恐ろしい武器に見えませんからね、敵は油断しますね。でもね、実際にね、この棒を使いますとね、非常に強力なね、武器になるんです。打つ、払う、それから振り回す、それから投げつけると、いろいろに、棒は使えるわけですね。先生、忍者はどういう場合に棒を使ったんですか？もともとね、忍者の仕事のないときはですね、お庭番とかですね、それから秘密の門の番を、その棒を持ってですね、忍者はしていたわけですね。ですから、当然のように棒の扱い方はうまかったんでしょうね。そして、いよいよ仕事になりますとね、工夫されたね、変わった棒を持っていって、そして、敵中に忍んでいったわけですね。これがね、普通の竹棒だと思うと大変なんですよ。これはね、目指しなんです。本間さん、ちょっと持ってみてください。いやなんだかちょっと怖いみたい。いやこれ大丈夫ですよ。そうですか。ちょっと持ってみてくださいね。あら、ずいぶん重いんですね。重いでしょう。ここにね、重りが入ってるんですよね。ですからね、これで持ってね、パーンと殴られたらね、たまったもんじゃないですよね。怖いですね。あら、先生、この先になんか入ってますよ。ここにね、目指しが入ってるんですよ。それからね、またはね、この中に目つぶしを入れたりですね。一見普通の杖のように見えてですね、またこの中に鎖粉銅を入れたりですね、それから刀の仕込んであるですね、仕込み杖とかですね、それからまたは鉄砲の入っているですね、鉄砲の杖とか、いろいろに工夫して作ってあるわけですね。